どうも、ハンサムクロディです。はい、今日はですね、スタバの新しいフラペチーノ、エスプレッソアフォガードフラペチーノエスプレッソアフォガードフラペチーノ買ってきました。はい、いやもうこれは実はですね、一回飲んで動画撮ったんですけど、このカメラのスイッチが入ってなかったんですね。なんなんだよ、おー、バカです、バカですね。ということで、もう一回買ってきました。はい、こちらです。じゃじゃーん、これいただきます。どういうものかというとですね、アフォガードをイメージしたフラペチーノ。アフォガードっていうのはミルクアイスかバニラアイスの上にこうエスプレッソの濃いコーヒーをかけていただく甘苦いスイーツなんですけれども、それをイメージしたフラペチーノということで、エスプレッソとあとは多分ミルクフラペチーノが多分基本になってるんじゃないかなと思います。甘苦い、大人な味のフラペチーノです。もう知ってますから味。です、美味しいです、すごく。ほら美味しそうだ、見てください、これ。よいしょ、よいしょ、はい、いただきます。あー美味しい、美味しいです。本当アフォガードみたいですよ。まあ、食感がシャリシャリしてるんだけど、ミルクとこのエスプレッソ、コーヒーの香りがね、ふわっときて。あー、うんまい。二口目は、全体を混ぜて、こだわりのクリームからくるアフォガードのような味わいをお楽しみください。一口目は本当なんか、すごい、フラペチーノ感というよりも、コーヒーの香りとミルクの甘さ。次は全部混ぜて、混ぜて。あー、マニが、うん、美味しい。ミルクの甘さがコクワってくるんですけど、次にこうコーヒーの苦い香りといい香りがふわっと鼻から抜けて、後味も結構すっきり苦味が残る感じです。なので飽きないですね、ほんと全然飽きない。これから暑くなってくる、もう今日も暑いですけど、暑くなっていくにつれてアイスコーヒーの香りにこう置いときたいような感じありますね。甘いの飲むと結構集中力高まりませんか。僕はね、もうほんと飲み物いっぱいないとダメなんですよ。なんか仕事するときとか、コーヒー、牛乳、あと水、エナジードリンクみたいなのあるともう最高。ドライフルーツとかさらにあると最高なんですけど、なんか食べながらじゃないとなんかできないって、これ病気だなこれ。まあ、こういうのフラペチーノとか机に置いといて飲んでるとだんだん溶けてきてぬるくなっちゃうみたいなのもあると思うんですけど、多分100均とかでもあると思うんですけど、アマゾンとかでもなんか入れとくだけでそこそこ保温できるみたいな、保冷できるみたいなグッズもあるので、僕それ買おうかなと思ってるんですよね。本当にもうぬるくなったコーヒーは好きだけど、ぬるくなったアイスコーヒーはあんま好きじゃないから、まあそんな感じで。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。キューハンサム。やっぱりいつものフラペチーノは甘さがこう前面に出てて、でドリンクっていうよりもケーキっぽい感じですよね。スイーツっていう感じなので、僕はまあそっちの方がどっちかっていうと好きなので、キューハンサム。ただこれは本当飽きのこない、毎日で飲めるフラペチーノって感じです。昨日飲んだし。美味しい。そんな感じでお試しあれ。以上、ハンサムクロディでした。バイバーイ。